えっとちょっと家1回確認してうんえっと予定を確認してほしいんだけど今度の9日にうん、うん、よかったらディズニーランドに行こうと思いますずっとさサッチ行きたいって言ってたじゃんだからサッチーのためにディズニーチケット取ってディズニーランドに行きたいと思いますえっノリくんそれってカメラ回してる まあ一応あのまあ,あランド内は回せないかもしれないけど一応それまでの道中は回そうかなと思ってるけどなんで待って今これって、ま、カメラ回してるこれ今画面レックしてる、うん、今してるよねこれ何待ってあいいやいや画面レックは俺ら基本するじゃんリモートの打ち合わせとかでもうんうん ここそうあ、ねぇ、はい、ディズニーの後さ<う>私晩ご飯行くと決めていいえ、どこなんか東京駅のご飯屋さんなんで東京駅な普段渋谷でしかご飯食べなくない え、食べたいとこがあるから。なにやさん。九州料理。あ、ど、ドッキリじゃん。東京のあの九州料理のお店だろう、あれめっちゃ協力的だからさ、あそこカメラ回しても怒られないんだよね。普通に食べたくないでも。ドッキリでしょえ、もつ鍋食べたくない。え、絶対ドッキリでしょあそこめっちゃ協力してくれるもん。てか、あそこで三回撮影してるじゃん。 だからさ、感謝の意味込めてさ、行きたいっていうか。何感謝の意味込めてって。いや、今まで撮影今まで撮影ありがとうってさ、気持ちで行きたくないあ,あじゃあまあいいけど。じゃあ私予約しとくから。ああ。あさってさ、よかったらなんかあの、ドライブいかん、ドライブ。 もうい,いけど、うんああドライブいいか久々にさドライブいいかなと思ってちゃんとどこ行くかちゃんとさどこいどこ行くかさ言ってまあ、まあ、群馬の方群馬の方なんで群馬なのいやなんか群馬ほんといいよすごい自然も綺麗だしさうんマジで2時間ぐらいで着くしうん群馬無理くんさそのなんかだって実家群馬なわけじゃないじゃん そのはいはいバンジージャンプはいはいバンジージャンプ無理無理いきなり彼女あのバンジージャンプ連れてって飛べるかドッキリ無理,無理はい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 ははい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  ディズニー連れてくって言ったのにラウンドワン連れてったら怒るのか否か普段ラウンドワン大好きな彼女でもディズニー連れてくって言ったら振り幅で怒るのか否か。か、うんはいはい九州料理屋の店員の胸元ざっくり入ってたら彼女の前でも見るかどうかあの ごめんごめんごめん本当に俺からも俺からのもあるから、うん、お互いにこのプライベートなくなるのはやめようわかるだって俺らそしたら普通のカップルじゃなくなっちゃうじゃんうんそこがあのビジネスになっちゃう意味ないと思うからそれはやめよう、うん、でも私リアクションど,どっちもさリアクション取れないじゃんじゃあそんなん言ってさ言って言ってからやるとだから一回おおお今言った企画はなくす いやだって私無理なくせない。だってめっちゃお願いしたもん。ああ、じゃあそれは俺うまくやるよ、リアクション。うん。うん。バレんだよな。え、そしたらラウアンもやりたい、正直言うと。えー、ラウアンの許可取り結構大変だったし、うん、時間代取りも大変だったから、そしたらラウ,ダラウアンも取りたい。うん。いいよ。え、ね、ね。 うん、もうやめよあのさえ本当にさ来週の日曜ってさ空いてるあもちろんもちろん空いてるよえね,えねね,ねえねえねええとさリサとみなこがさなんか一緒に遊ぼうってさリサとミナコの彼氏も来るんだってうんでさ一緒にキャンプ行かないちょっと単純に嫌だなそれは会ったことないしその そっちは友達同士3人か知らんけど、向こうの彼氏さん2人と会ったことないから、それ単純に嫌だな、それは。ごめん。いや、来てほしい。いや、単純に嫌だ。いや、お願い。あ、ドッキリだ、じゃあ。異常だもん。だってこんなに、あの俺が嫌がってんのに、あの恋なんて言わないもん。ドッキリだ。何これ。いや、会わせたい。本当はもういいよ、もう。 6人で予約してるからもうほんと言おうお願いいやほんとにお願い別れるよ別れるよいやほんとほんとはいじゃあはい本当の答えまで321はいえほんともういいって本当のこと言ってくれ本当のやつはい321ねえやだ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 ねえほんとうんじゃあ本当なら行きたくないだからお願い来て本当だったら行きたくないって 友達の彼氏が役、はい、だったらどんなテンションか。<laughs> だだよお,いおい、お前、マジ最低だな。おい。お前、最低だよ。なあ、無理本当しつこいってしつこい。いや、違う、ほんと言ってって言ったら言ってよ。無理、本当だってもう、無理いや、もう、マジでなんなん今のはちょっとひどいって。ごめん。じゃあさ、あの、 ううん、もう言うわよかったらあの、うちの実家来てほしいうちの両親もこの YouTube も見てるしもうずっと会いたいって言ってたからあのー、よかったら実家に挨拶来てほしい嫌、うん、なおいちょっと待ってくれよそれを拒否するってことはさもう俺たち結婚も考えてないってこと えー、これ信じてこれは本当にドッキリじゃない俺の目を見れば分かると思うけど嫌だ怖い俺の目を見れば分かるだろドッキリだと言ってほしいドッキリだと言ってほしいいや違う本当に違うっていやお願いえ待ってえってかもうたこれはもう単純にショックだわ目見れば分かるじゃんさすがにお願いお願いあもうマジで ひどすぎるわそれはひどいあこっちとしてはめちゃくちゃショックいやめっちゃ怖いマジでさえこれさどんだけさ勇気出して言ったか分かるめちゃくちゃ勇気出して言ってんのよ実家規定なんてさ彼女にさでそれをさそんなふうに拒否するってどういうことめちゃくちゃショックなんだけどだだマジでえまだ嫌だって言ってるんだったらさまだ嫌だっていいじゃん だって気持ちがこっちの気持ちもあるわけでしょはい、もう両親がロボットだったらびっくりするかドッキリ。びっくりするよ、そんな。びっくりすんだろ、そんな。もう、ロボット発注しちゃったじゃん。う行く行く、はいはい。ロボット発注しちゃったから。うん、え、え、もうこの線引きどうするもう、もう疑うのなしにしないじゃんほんと、お互い。 うん、全部でも全部言った方がなくなったらもう全部言いたいで、ね、疑うのなしででう、ね、んでもなもう疑心暗鬼にはなってるもんな YouTube 続けつつ別れても別れた方がいいかもなあーまあねえそれ本気で言ってる 別れたらいいのなんだ、それ本気で言ってるもう別れよ、多分どっちそれ本気で言ってんのはい、三2、一はいいきなり別れようって言ってみたら彼氏結構拒んでくるかどうかごめん、俺もプロとしてじゃあもっと乗っかればよかった、うん、今のは嘘はでき俺実はさ、あの、うん